そうコメントめっちゃ読みにくい。すごいこうやって読むかこう読まなきゃいけなくなって。一度ロックかけてロック解除しても変わらずって、うん、できることはした。さすがにそのアプリアンインストールとかする時間はなかったのでできてないんですけど、今できることはしたけど無理だった。なんで今すごい離れてる画面から、そう画面から離れてるからこそ余計コメントが見づらいし、カラオケのやつでちょっと隠れちゃう、うん、すごいアップになっちゃうから嫌なんですよね、うん。今日はお仕事してきて先ほど帰ってきました。今日はなんとこの後ダラリーン、トマタンを食べます。すごく楽しみにしていた今日この日を、絶対食べるって決めてた。口内もねまだあるけどだいぶマシ。今日日中一回も痛くなかった。うん、まあ、何も食べてないっていうのもあるけど、そう、そう、しみるものは食べてないので今日わかんないけど、やっとタイミング的に今日が、まああと何日か延ばしても手綱があって絶対あ手綱なとってなっちゃうので、まあ今日がちょうどいい。大好きな蒙古タンメン、辛いのかな、辛いのがいいな。なんで明日は顔ムクムクになると思うんですけど、まあリハーサルあるんで明日はどうせ汗かくんで今日は OK ってことで楽しみ。こんばんは、だって皆さんこんばんは。そうやってすぐカロリー書いて嫌いだそういうの、美味しく食べたらいいんだよ、うん、ご褒美どうなんだろうね、まあ、ご褒美って言っちゃご褒美かも、いろんなご褒美、うん、まあ、タイミング逃しまくってただけなんですけど。痩せたよね、だってどうなんでしょう、わかんない。めちゃめちゃ楽しみ。私あんまりカップラーメンとか食べないんですけど、蒙古タンメンだけはねたまに食べます。メイク変わったって、今日はメイクさんメイクプラス風浴びまくってボロボロです。アイラインなんてもう消えかけてるし、まあもともと今日はナチュラルメイクなんですけど、あまりアイシャドウとか濃くない。でもね、ライトつけてるから陰影がはっきりするからね、そういう風には見えないかもだけど、今日はスーパーナチュラルメイクです。リップだけさっき塗り足したからちょっと、そう風浴びるとやっぱ前髪ボロボロになっちゃうんで、スプレーかけてたら何回もパリパリになりました。前髪の下がテカテカだよ。まあ、でもこの後はやっぱトマタン食べるために気合い入れてメイク落として前髪上げて食べるので、リップなんかね濃く見えるやっぱライトつけると、本当はこんな色してない、うん、私はこの後牛丼食べます。いいね牛丼、これね、いくらしたとか覚えてないな、ちょっと前に買ったので、うん、7月28日までです。メイク落として食べる、どうせ汗かくので、しかも今日ね風も多分ほこりというか砂というか本当に風が強かったので、多分あの空気中のやつとか全部浴びてるからね、早く落としたい。たけのこ料理いいな、食べたい。実家だとね1年に1回ぐらいはたけのこ、あお腹すきすぎてお腹鳴ってる、これはお腹すいたのやつ、
え、何それ、止まったんいいな、カップ麺禁止してるのコメント、ちょっと目がね悪くてね、疲れてるだけなんですけど、みんなの名前が見づらい。48グループトップ100って言うとちょっとかっこよくないな、100位以内に入ったってことですかね。食べながら配信はしません、お湯沸かしてないし、一人暮らしだとタケノコ買わない、そうだよね、なんかそういうの買わなくなっちゃう、なんか無印みたいにタケノコの炊き込みご飯キットみたいなのがあったら買うかもだけど、でもやっぱさ、なんかタケノコがいいよね、なんかそういうのじゃなくて、とりあえず今は辛いものが食べたい、ずっと我慢してたから。こんばんは、え、なんか意外と、あ、トップ、あ、そんな100だけじゃなくて50とか300もあるんですね。食べながら配信するとおいもちゃん絶対服汚すって、絶対汚すと思う。今日新しい服だし、なんか新しい服の日ってやっぱ落とさないように気をつけるけど、気をつければ気をつけるほど飛ぶんですよね。なんでなんだろう。困った時の豚肉になっちゃう。おやもちゃん豚肉買わないかな、うん、鶏肉ばっかになっちゃう、普通に鶏肉が好きってだけなんですけど、新しい服着ると絶対ね、ちょっとこのまま食べそうになってたから今そう言われてよかった。今日洗濯予定の、今日洗濯予定ってか次洗濯予定のさ、ね、見てすごくない、スプレーもうパリッパリだよ、串通せないもん。今日朝脱いでまだ洗濯機に入れてないけど、もう洗濯機に入れるだけの予定の服着て食べよう、でお風呂入るときにそれを洗濯機に入れる、洗濯カゴに入れる、よし。豚肉ね美味しいけどね、でももう鶏肉なんかさっぱりしたのが好きかな。おにゅうの服でカレーうどんが超緊張する。しかもさ、別にさカレーうどん食べるつもりじゃないじゃん、多分その朝服着る時って、でさ、そのうどん屋さんに行っちゃったらやっぱ食べたいなって思うし、カレーうどんなんで距離が限って私これ着てるのってなったりする時ある。生姜焼きめっちゃ美味しいってね、私も生姜焼き好きだな、生姜が好き、そもそも汚れもだけど油跳ねとかシミになって取れないのが辛いって。え、でも食器用洗剤でその日のうちに洗えばなんとかなる。朝のスープにお肉入れますかって。でも朝のスープはコーンスープか野菜、普通の野菜スープなんですけど、ウインナーは入れないかな、ちくわ入れちゃう。でも結構一日の最初、その朝余裕がある日はもう一日分みたいな感じでまとめて、一日分っていうか三食分みたいな感じでまとめて作っちゃうから、そう一日それで持ちます。さてと肉でも焼くかって、お肉食べたいな、ちょっと厚めのやつ食べたい。でも実際さ、焼かれたお肉が目の前に来るとちょっとなんかもう胃もたれの準備始めちゃうんですよね、うん、今日のメイクって大人の女性っぽいですね。でも髪型もあるのかも、ちょっとハーフアップっぽくして、うん、焼肉食べたいな。あ、カズさん、あ、すごい、タワーも HKT バージョンじゃん、ありがとうございます。デイキャンプはお肉焼かなかったのって、あれをね、お肉も焼いた、なんだっけあれ、ど忘れした、あれだよ、骨ついてるやつ、あー出てこない、ここまで出てきてるのに、なんて言うんだっけあれ、燻製はねしなかった、急遽だったし、あれだよあれだよ、あの骨
でついてるやつ、お肉が。あ、そう、スペアリブ、スペアリブをパパが前日からつけといて、それを焼いて、そう、それがメインのお肉で、あとお肉ちょいちょい。結局さ、なんか厚めのさ、こうドンってしてお肉買って切って焼くつもりだったけどさ、もう焼肉用でよくないってなって急だったしね。そう、急、その2日前ぐらいに急遽決まってのデイキャンプだったから、もう焼肉用でよくないって言って焼肉用のお肉買って、そう、牛肉買って行きました。うん、あ、そのハートのやつも HKT だから黒ってこと？あ、ちょっと髪の毛長いのいた。そういうことね。そう、あと お米炊いて、いちごだけ炊いて、そう、あとはでもそれぐらいかな。そう、とりあえず外に息抜きって感じで。美味しかったです。きっと美味しかったと思います。何日か前のお芋ちゃん、アウトドア女子じゃないです全然。本当に PA がキャンプにはまらなかったら一生行くことはなかったと思います。全く行ったことないわけじゃないけどね、今までそういうのに。外で食べると十分美味しいよね。ね、わかる。なんか外で食べたらなんかカロリー摂取してる気分にならない？そう、みんなでこう楽しくさ、しゃべってとか割と黙々食べてるんだけど、そう、デイキャンプとバーベキューの違いって何？なんだろう。でもお芋ちゃん的バーベキューは結構ばあちゃん家の庭とかでやってたから、そういうなんかテントとか、あのもう名前忘れたけど、その日よけのやつだったりとか、なんかそういうやつはあんまり用意してないかったから全然違うけど、どうなんだろう。そういうのもちゃんとしてのバーベキューの人ももちろんいると思うし、そういうところに行ってみたいな。本当にばあちゃん家の駐車場とかでやってたから。そう、タープタープ、すぐ忘れる。そうね、うさぎのマークのタープね。うさぎのマークって言うとランドセルみたいになっちゃうんですけど、そう、田舎なのでそういう風にやってました。でも最近はね、もうずっとやってないな。まださ、いとことかがちっちゃい時とかに集まってやってたんですけど、やっぱ大人になっていくにつれてそういうのってどんどんなくなっちゃうんですよね。あって、お正月、もう正月もね行けてないんですけど今年は、うん、外で食べれる環境あるのに。まあね、ちょっとね、遠出ってまでは行かないけど車で行ってって感じだった。すごい桜が降ってきた。 LINE みたい。LINE もね、桜が降ってくるので。牛すじカレー食べたいって、分かる、美味しいよね。でもおいもちゃんはまあ何でもいいか、何でも美味しいわ。大人はみんな時間合わせるのが大変って。そうだよね。だって絶対なんか費用をちゃんと扱える人が一人いてくれないとさ、やっぱさ困っちゃうからね。メイクのせいか大人っぽくて最初ルーム間違えたかと思う。そんなに違う今日。でも言うて目元は割とお芋ちゃんが自分でやったから、まあ、メイクさんにもしてもらったけど、そんなに変わらない気もするけど、どうなんでしょうか。日は怖いってね。しかもデイキャンプもなんだろう、そういうコンロみたいな、ちっちゃいコンロみたいなやつでやったから、こうなんか回してカチッてしてシュッってなるやつ。そのボーボーの火じゃなくて、このなんて言ったらいいんだろうな、そんな感じのやつだから。スライムのこと忘れてた。めちゃめちゃ隠してた。ほい、あ、落とした。膨らみを出せようとしたらちょっと外れちゃったけど、まあいいか。なんかね、カセットコンロみたいな、カセットコンロって言い切っちゃうとなんか多分なんか家とかでさするようなやつ想像しちゃいそうなんですけど、なんかアリみたいな形のやつ。おむちゃんは
食べる専門です。まあなんだろう、椅子とかは出す。寝るときはスライムどこに置いてるんですか。あっちにねカラーボックスがあってね、あの扉付きのその上に4つ重ねてます。そう、アリみたいな形、なんか多分見たらわかると思うんですけど、アリみたいなやつ。結構すすっぽかったりした。って何が、炭は使ってないですよ。最近夜中に目合わないのって、うん、もう見てない。あんま夜中に最近立ち上がらないかな、目覚ましたとしても。前はねお水飲みに行くときにスライムと目があったりしたけど、なんかさ白いからさ、なんか絶妙にさ携帯の光とかつけちゃうとちょっと光るのよ、ここら辺が白が。だから目合ってたけど、最近はもうパッて夜中目覚ましてもそのまま目閉じるからあまり目合わないかも。お腹鳴ってる。そう、もうめちゃくちゃお腹空いてね、鳴ってますお腹が。スライムタワーになってるんですよ、こうやって。つまり一番下が一番大きいやつで、最近出てきてないんですけど、そう一番下だからね、なかなか出番がなくて、この子がいつも一番上にいます。なのでよく出てくる。すごい、だるまもハートも黒、かわいいね黒のハートって。楽しみ楽しみ、明日はおもちゃ、多分一回りぐらい顔が大きいと思います。でもリハだけなので大丈夫です。昨日の夜我慢したし、今日仕事でちょっと食べたって、本当にちょっと食べたから、まだ胃はなんだろう、もう何も入ってなくてもう無理ってなってるわけじゃない。うん、なんで早く食べたい。なんか普通にお腹を満たしたい。そうです、今コナンがねちょうどついててね、最初からずっと見てるんですけど、今894話。ですね、早く見たいコナンの映画も、すっごく楽しみ。この間のラビリンスの撮影の時にいただいてハンドクリームを。かわいいのよコナンで。なんか普段グッズとかのデザインにあんまり入ってこないキャラクターが、まあ、今回の映画大事な役なので、そういうの、そういうグッズいつもだったら入んないけど、この映画の期間に出るグッズとかにはちょっといい感じで入ってて最高って感じ。やっぱそのキャラが好きなファンの人、コナンファンの人とかはもう買うだろうなと。そう、大事に使います。今のハンドクリームが、ハンドクリームだよねあれ、ハンドクリームがなくなったら使いたいと思います。今日マジで綺麗だって。毎回縦と横で違う説ある。いや目線とかでさ、ちょっと顔の雰囲気変わったりするよね。ちょっと節目がちになったりして。エヴァの映画を見たいです。エヴァね、なんかちゃんと見たことないんですよね。そういう映画とか見たことあるんですけど、なんだろう、その一話一話のやつ、漫画そういう感じのはちゃんと見たことなくて、うん、なんか追うにはなんかちゃんと追う準備をしなきゃいけないなって思って、リップ何色ですかって。本日のエモちゃんのリップはいつものこやつです。ロマンドの6番です。でもね、新色が出るので、その中の一つがめっちゃ可愛かったので、そろそろなんかなくなりかけてきたので買おうかなって思ってます。なんとかグレープみたいな色、グレープって言っても紫じゃなくて
ちょっとねこれよりちょっと薄い感じの色だったから可愛いなと思って、本当にこれはいつものです。本当にずっとこれ、なんかね先月違うの買ったって言ったと思うんですけど、なくなっちゃった、あの中身が、うん、思ったより早くなくなっちゃったから。そのリップの種類はその色が一番、その色以外は似合う自信がないので、まあ次買うのはルマンドの新しいのにしようかなって、新色のネットで買おう、同じの最近買ったってね。あんまりなんか赤でもないしピンクでもないし落ち着いてる色で、でも今濃く見えるんですけどね。今ネイルしてるって、そう撮影でネイルってほどでもないんですけど、ちょっとキラキラしてるだけ。ロマンド最近入荷してきましたって、どういうこと入荷する側なの？メイク道具と洋服はどっちがお金かかってますかって。うーん、でもあんまりどっちもかかってないかも、うん、メイク道具もなんかなくなったら買い足すのが多いから、リップはさなんかちょっと可愛いなって思ったら本当に半年に1回その今持ってるやつ使ってるの以外を買ったりもするんですけど、基本的にずっと同じのを使ってるから、他のやつとかはなくなったら買うって感じだから、本当にお金かからない月はかからないし、一気になんかなくなっちゃったら、マスカラとアイラインが同じ月になくなっちゃいましたとかなったりすると、ちょっと今月はメイク代かかったなと思うけど、その分それ使い始めたら何ヶ月かはそれだから、そんなにかかってない。お洋服もね、なんだろう、前はちょっとなんか7000円8000円とかのお洋服買ってたんですけど、デザインとかめっちゃ可愛いやつ、でも最近は割と落ち着いてるのでそんなに高くないかな、うん、可愛いのでセールだったらやったーって買うそうなんでね、おしゃべり会用の洋服はもう夏服なの、6月って言っても多分もう半袖着てると思うので、もうちょっとかな、5月に入るかなぐらいのタイミングでもう多分その頃には半袖とかばっかりだと思うので、今もね半袖売ってないわけじゃないけど、もうちょっと出てから決めたいなって思ってる。半袖なんかどうなんだろうね、半袖にカーディガン着るぐらいがちょうどいいのかな、その日のやつだと、その天気次第だと、気温とか雨降っててもさムシムシしてたらもう半袖着ちゃうし、やだな梅雨が来ちゃうね。梅雨入りなんか毎年どうだっけってなる。でもここさ数年はさ、まあ九州はなんですけど梅雨入りめっちゃ遅いかったイメージあると、どっちだっけ、早かった、遅くて終わるのも梅雨明けるのも、違う、始まるの遅くて梅雨明けるのは普通だったから、今年全然梅雨なかったねみたいな感じだったような気もするけど忘れちゃった。5月後半とか普通に暑いと思うし、選抜 T シャツあるかな、着たいよね、その憧れの選抜 T シャツ、メンバーカラーのなんかあれさ売られてるとさシングルだなって思うし、そういう握手会もう今回はおしゃべり会だけど、まあ、握手会だなって思うし、いつかはね、あ欲しいな私のって思ってたので、そう何かしらあったら嬉しいなと思います。ちょっと3分遅れたから35分ぐらいまでにしようかな。衣装でミニスカ多いけど私服でもミニスカート着たりするのって、うーん、なんかミニスカートっていうと
ミニって思うかもしれないんですけど、人が着るミニスカートを履いたら私は普通に膝上になっちゃうので、もう私的にはミニスカートも履くんですけど、多分ミニじゃないと思う、スカートってなってると思うなんなら人のミニスカートの丈がちょうどいいから、うん、買うならみんながちょっと短いなぐらいのやつを買う。まあ最近はやっぱ長い丈が流行りなので、どっちかっていうとね、なんでなかなか見つからないけどね。 SKE で体験したけど、おしゃべり会結構距離は近いけどビニールのせいで声張らないと聞こえないかもです。あ、でもおいもちゃん声大きいから基本的にそうなんで、まあやってみないと分かんないんですけど、ボリューム的にはいけるんじゃないかな。ちっちゃいわけじゃないからね。なんかさ、最初の方はさ、だって普通に楽屋で喋ってるぐらいの声量でやってるけど、気づいたらどんどん声が大きくなって握手会って、うん、あのうるさい時言ってください。おいもちゃんは昔から並んでる時に全ての会話が聞こえてるからそれもそれで恥ずかしいなマスクしててもファンの人のファンの顔の見分けつくかなって。でもどうなんだろうね。意外とさ、喋ってる時とかってさ、目見て喋るじゃん。いや、おもちゃん結構よそ見じゃないけど、笑うと外向いちゃう癖あるから、ちょっとそれはね申し訳ないなって思いつつもあれなんですけど、割とさ見る時は目だからさ、意外と目元とかで覚えてるんじゃないかなって思いますね。うん、どうなんだろう。でも公園とかでやっぱ分かるからさ、その公園って言ってもみんながいる中で分かるぐらいだから、その私の連に来てくれたファンの人で喋りますになったら分かると思う、うん、よっぽどなんか変わりましたって、顔がね、そのめちゃくちゃ痩せましたとか、ちょっと食べ過ぎちゃいましたとか、もう前髪めちゃめちゃ変えましたとか、もう黒髪だったけど金髪になりましたってなったら一瞬分からんくなるかもしれんけど、でも意外と喋ってたら気づくもんなんじゃないですかね。うん、いや意外とわかるのよ本当に。それ考えると目ってすごいねってね、やっぱりね、目見るからね、大丈夫だと思う本当にこればっかりはやってみないとわからないんで、ちょっと1日目やった時に言いますね。うん、それかあれ作ろっかな、なんかおいもちゃん専用ネームプレートみたいななんかさ、私が755とかに載せて、みんながそれを自分の名前書いて、なんか100円ショップとかに売ってるじゃん、名札でこういうやつ、それに入れられるみたいな、うん、みんなお揃いでこうやってかわいい、してくれますか？それやったら。だから別に無理して名札にする必要はなくて、何かしらでこうなんか待ってきたよとかでも全然、モカフレ会員証みたいな、いや会員証ではないですね、番号つけるわけじゃないんで、誰でも使ってどうぞで、おもちゃんがオリジナルデザインで、デザインっていうとちょっとあのなんかすごいものみたいになるんですけど、全然なんかめちゃくちゃ名札感なくてもこうなんかいい感じになるやつとかできたらいいな。全然強制ではないですが、わからん、まあどんな感じかによる本当に。名札懐かしい、最初の善悪でしてたなって。でもさ、名札もさ、なんだろうな、なんだかんだでやっぱ一番わかりやすいのよ、印象づくし。ここになんかね、まあ可愛いマスクシールとかあったらいいのにな、みんながお揃いでつけられる。小田が前さ、マスクをこう渡しに行くときに作ったやつみたいな、うん、
T シャツにして着ていく。それはちょっとお芋ちゃんが恥ずかしいよ。755とかのハンドルネームって覚えてるものなの？そうね、やっぱ覚えてるね。やっぱそういう、そう、なんかそれでやっぱ返、それで返してるっていうか、なんだろう、ちゃんと認識して返してるから覚えてると思います、うん、言われたらあーってなる。その初めて握手会に来ましたとかでも、まあそれでねアイコンまで言っちゃうと引かれちゃうんであれなんですけど、そう、そうね、覚えすぎも良くないと。絶対誰かわかるって聞く人いそう。じゃあわからんって言おうかな、そういう人には。いやでもね、不安だよね、わかる。久しぶりだったりすると、うん、100% やっぱ覚えられるわけではないけど、私も覚える努力はするから、その1回で覚えろって言われたらあと4回来たよって思うけど、そう、なんか自然と覚えていくのがいいかな。やっぱりなんか覚えなきゃいけないと思いながら握手会するとやっぱしんどいと思うし、うん、やっぱ自然と覚えるのがいいかな、うん、やっぱなんだかんだで自然とだね。うん、初めて撮ったので楽しみにしてますって、楽しみ。お芋ちゃんって今何人くらいのファンの人覚えてる？どうなんだろうな。なんかさ、意外とやっぱ目の前に来たら思い出すっていうか、記憶からちゃんとこう出せるけど、じゃあ今どれだけ覚えてるかって、出してって言われたら出せないと思う、本当に全然。うん、そんなもんですよ。だから定期的に存在感出してください、皆さん。そうね、そうしてもらえると嬉しい。やっぱ更新していっちゃうんで、どんどん記憶って、名前とかにも限らず、うん、会うと思い出したりもするよねって、うん、なんかそれが逆に一番なんか自然なこの記憶の状態だと思う。なんならそう、それぐらいが多分一番なんか根付くし、あと記憶にこう定着するし、やっぱさ、その4年前に最後に会った人と1年前に最後に会った人だったらさ、やっぱ違うじゃないですか。もちろん当たり前だけど、何に関してもそう、そういうことです、私が言いたいのは。なんで皆さん来てください。おはようツイート見て今日もいるとかなるって、うん、でもまあすごいみんなまめにコメントしてくれてるから、ピヨ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 って毎回見てる。おはようございますって言いながら。実は名前覚えるの大変だろうなって思って名乗ったことない。でもメンバー顔覚えてるっぽい。もうそういうのも全然あると思う。意外とさ、名前ってやっぱり難しいのよ、覚えるの難しいっていうか、その顔よりも覚えるの後になっちゃうから、覚えやすさとか言ったり、覚えやすさとかその順番で言うとやっぱ顔の方が先になっちゃうから、それでいいって思うんだったら全然いいと思います。うん、心理学では会う頻度回数が重要らしい、時間の長さではないらしい。まあそうだよね、わかるかも、そう言われると。そんな感じですかね。もう38分な、もう8時になったら食べられなくなっちゃうから、そらぼっち終わります。あ、ここか、ちょっと縦向きだからランキングが分からなかった。あれどこ、ここか。それではランキングを読んで終わりたいと思います。13位しのぶさん、ありがとうございます。12位サトシックスさん、ありがとうございます。
11位クッキーさん、推しドリンクは終演後の乾いた喉にぴったりした。ね、この後ちょっとその推しドリンクの話するね。もう本当になんで時間終わり時間守れないんだ私は。ありがとうございます。10位アツさん、ありがとうございます。ピース。9位ひーちゃん、コーナー屋は自分が少し分けてもらった。あら、こみんなにさコーナーあげたら私なくなる。みんなもらってください。ありがとうございます。8位キドッチさん、ありがとうございます。7位ケイチャさん、ありがとうございます。6位海坊主さん、おいもちゃん、ありがとうございます。5位はやったーさん、眠プレ賛成、したまま他面行くと大事故。みんなつけてってください。ありがとうございます。4位のりあつさん、友達、ありがとうございます。3位ポテイトーさん、ありがとうございます。スライムカピース。2位クリボーさん、永遠の友達、丸。丸に重みが出てます。ありがとうございます。1位カズさん、おいもちゃん推しって、本当ありがとうございました。ピース。そう、推しドリンクについて。推しドリンクね、おいもちゃんはカシスと、パイナップルでソーダ炭酸で割ったやつなんですけど、普段ねカシスもパイナップルも選ばないんですけど、なんかね紫から黄色のグラデーションにしたくて、ベースはカシスで紫っぽくしたんですよ。でもなかなか黄色っていうのが出なくて、なんだろう、オレンジジュースもあったし牛乳もあったしカルピスもあったしと思ったんですけど、おいもちゃんまず牛乳お腹壊すから、試飲の段階でやっぱ何回か飲むからちょっとしんどいなと思って早い段階でなくなって、なカルピスもカシスにカルピスがちょっとなんか好きじゃなくて、うん、お腹が早い段階でなくなって、まあ炭酸だなってなって、そこでってなったけど、パイナップル、あとなんだっけな、他にも何個かね黄色っぽいのを頑張ったんですけど全然色が出なくて、そうなんで、もういっそのところストローを絶対黄色にして出してくださいって言ったんですよ。でワンの方が乗せてたの見たの、あ黄色じゃないなって思って。でもまあ味は美味しいので、うん、でも本当に飲みすぎて本当に細かくやってくださるんですよ。あのマネージャーさんがそう調合してくださって、それを飲んでって決めてたんですけど、もう最後の方もお腹いっぱいいっぱいで、もうパイナップルでいいですって言ってパイナップルに決まりました。でもね500円で結構大きいですよ。普通にそのちっちゃいやつとかじゃなくて、もう普通に大きめの、まあ紙コップとかより大きめ のプラスチックの、紙コップじゃないプラスチックのコップで、普通に炭酸だったらめちゃめちゃお腹いっぱいになる量で500円かな。でコースターもなんとランダムではなく、おいもちゃんのを頼んだら絶対おいもちゃんのコースターなので、ぜひ飲んでください。本当に美味しい。なんか普通に美味しいって言うとちょっと申し訳ないけど全然美味しい。うん、なかなかね、まあ飲まないけど、うん、ぜひ飲んでみてください。本当に黄色が全然出なくて、多分ね本当に牛乳みたいな感じでしたら分かりやすく出たと思うんですけど、牛乳はねもうお腹ぐるぐるくるんで許してください。まあね、炭酸は炭酸がいいなと思ってたからカッとね。で甘いのでちょっと混ぜてから飲んでください。やっぱシロップこう下の方にいるのでね、シロップっていうのはなんだろう、あれ味のこう液体のシロップが一番いいかとかなると、そこをやっぱあのストローをぶっ刺してすぐ飲んだらね、もう本当に激甘でクッってなるから、ちゃんと混ぜてから飲んでもらいたいですね。本当に美味しいので、ちょっと甘めかな、本当に甘いって思う人は甘いと思うけど、その私が選んだの中では一番甘くないです。その他のなんかパッションフルーツとかもやってみたかな、うん、
けど結局パイナップルとカシスが一番好みだったので、本当に混ぜて飲んでください。もうあ激甘でびっくりするから最初混ぜないとね。でも他のメンバーのも飲んでみたいな、うん、牛乳以外で。てな感じで次話すって言ってたのにすっかり忘れてました。よかった話が出て。コースターはなくなったら追加されるの？されるんじゃないですかね、さすがに。売り切れとかじゃないと信じたいぜひ皆さん飲んでみてください。普通に美味しいですじゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。この後はずっと楽しみにしていたこの子を食べたいと思います。それでは See you again、 また来て again。 今日のお仕事のやつ本当に多分みんなきっとちょっとどんどん弱気になるっていう、喜んでくれると思うので楽しみにしていてください。まあね、そのこの間したのもまだ言えてないので、まあ言えるようになったらおいおいちゃんとお知らせしたいと思います。それではバイバーイトマタン